わしやがなマフィアカジトです。わしやがな中村一です。作家の岡です。はい、お願いします。さあさあ、今日はね、買ってきたものがあるんで見てもらおうかなと思いまして、はい、こちらどうぞ。トランスフォーマーズね。サイバトロンのマーク買ったんすよ。これね、すごいちゃんとしてくれててさ、うん、箱が重い。何がちゃんとしてるかってね、うん、いくよ、これね。おお、なんか良くないこれ。ちっちゃいトランクみたいなの入ってる。何これ。ケースにちゃんと入れてくれてて、でしかもこれロック機構ついてる。へー、かっこいい。これスチロール製？スチロールなんだけど一応ロックされてて、で、こう。おお。さあこちら。あらららら、まあ。いわゆるコンボイだね。そうですね、オプティマスプライム、うん、で遊んでいきたいんですが、あ、大きい。おーおーおお、もう完成済みなんだ。変な音してるでしょ。、うん、これには理由があって。ラジコンか、まさか。いくよ、うん、まさか、うん、地球の皆さん、うん、こんにちは。おお、お、はい、オプティマスプライム、いや、あ、トランスフォーム。あ、ちょっと強かったな。トランスフォーム。トランスフォーム。ああ。え？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 立ち上がった。あ、あ、そっちが逆です。かわいい。真後ろを向いてましたね。というね、うん、全自動変形をする。うん、オプティマスプライムなんですよ。すげえな。全自動にしてはプロポーションすごいっすね。今うなずいたよこいつ。うなずいたよ。嘘。待機モーションがあるのよ。で、いくよ、うん、はい、オプティマスプライム、ちょっとね、はい、オプティマスプライム、はい、オプティマスプライム、こんにちは、メガトロン。どんな犠牲を払ってでもメガトロンを止めなければならない。すげえ動く。すげえ。はい、オプティマスプライム、いや、頭を使って。あ、頭使って、私にいい考えがある。おお、名セリフ。大体良くない考えの時ですね。今一瞬中村さんがおもちゃ煽り出したのかと俺思ったんですよ。頭を使ってコマンドがあるんだよ、音声コマンド。はい、オプティマスプライム、いや、許して。え、私を裏切ったのではない、自分自身を裏切ったのだ。なんか音楽オプティマス、これ半券大丈夫。半券は大丈夫。 BGM なら多分今の秒数なら多分大丈夫です。15秒経ってないと思うんで。はい、ということでね、この全自動変形でしかも音声コマンドいろいろ使えるオプティマスプライムを買ったんですけども、めっちゃすごいやんこいつ。はい、119,900円。でかつこいつがですね、アプリがあって、このアプリで接続するといろんなことができると。スマホ Bluetooth に接続できました。音声コマンド機能が無効になりました。でこれで、まあ、例えばここでもうこれアプリでね、ここで操作がもう腕立てしてやらせてみようか。今度腕立てってくるんだ。やるなぁ、シュールですね。トップガンにあったね、このシーン。見た目以上の力を持っている。自分のこと言ってんの。見た目以上に力強いね。これいろいろあるんだけど、うん、これなんとね、俺やったことないんだけど、カスタマイズってあって、何、自分でもなんか作れるんだって。え、モーションとか、これを、うん、マジっすか、うん、まあちょっとやり方わかんないからやらないけど。ぜひ見たいっすけど ね。あとは遠隔操作ってあるから、うん、このラジコン的に動くの。すごいな、バランサーもしっかりしてんな。そう、こっちが変形動か、刻みにバランス取るよね。何の動き、何の動きだ。おお、エンジンかかった。おお。おお。
え、クラクションもなんだ。ヤンヤンしてる。ヤンヤン。こういう。これ最高のおもちゃじゃないですか。やばいっしょ。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。119,900円するだけあるじゃん。値段可愛くないな。値段はね、笑えないのよ。クソ高えファービーみたい。うん、で、なんとこちらね、うん、今後発売予定で、うん、後ろも出るんだって。うん、後ろそう、あのトレーラーの荷台部分とか、あの、いろいろいくつかパーツ出る予定らしくて、うん、それも、ここなんかコマンド、これ今使えないやつなんだけど、うん、これで使えるようになると。トレーラー開くボタンあるじゃないですか。そうそうそう。そう開くらしいよ。中に、じゃあコンボイの取り合わせ、何、中に、ね、何入ってるんですか。基地だよね、確か。基地な、あの、シリーズによって違うんだけど、うん、後ろと合体して巨大になるやつもあるし、うんうん、あの、基地になってるやつとかもあるから、うん、なんかここまで動くとちょっと生き物感すらありますね。そうなんだ。今は話しかけても何もない。今は音声コマンドで、ね、切ってるから。切れてるんですか。あ、武器。じゃあちょっと会社音声コマンドで遊ぶ。俺会話したいです、オプティマスプライムで。ちょっとね、それをやるにはね、音声コマンドの、まあ、一覧、みたいな、こういう感じあるから。おなので、はい、オプティマスプライムっていうと、こんにちは。あ、ね、で、これがコマンド受付状態なんで、うん、これを言うと。なるほど、よし、楽しむぞ。はい、オプティマスプライム、こんにちは。自由へ進もう。カジタと遊んでやがる。超かわいい。はい、オプティマスプライム。ちょっとノリが悪いですね。ノリが悪い。それだとダメです。はい、オプティマスプライム。そうじゃない。ピク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 ってこれ。バランス取ってんだよね、なんか。そうそうそう、あのね、これね、電源切ると分かるんだけど、急にガクンと落ちるから。バランス取らないとひっくり返るのよ、こいつ。これどこで音声認識してるんですかね。マイク後ろとかじゃん、分かんないや。はい、オプティマスプライム、こんにちは。もういけたね。いけた。ささやき声になる。助けて。危ない危ない。顔面殴られる。今助けてやるぞ。お、すげえ面白い。ドラミングしてた。カメラの方向ね。はい、オプティマスプライム。いや、手を開いて。そんなコマンドないよね。な。hey、はい、オプティマスプライム。こんにちは。ディセプティコン。オートモット、アタック。いけ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 い
今日は誕生日だ、今日は誕生日だ。嘘ついたらバレるんですかね。いやいや、そういうことじゃない。はい、オプティマスプライム、いや今日は誕生日だ。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー友よって言ってくれるの。やべえ、友達いなくてもいいじゃん、こいついたら。そういうことかな、うん、これ武器をね、なんかこれはこれで光るの、うん、ついたわ、ね、なんか明かりついてるわ。え、あ、本当だ、ついてる。おこれ銃向けたりするんですかね、音声コマンドで。ちょっと Hey! オプティマスプライム、こんにちは。攻撃、ヘイ、おおおおお、聞こえるまでとどめさせたね、今ビュンビュンビュンって言いましたね。死体打ちしてたわ。はい、オプティマスプライム、いや戦闘、よし戦闘よ。ミニカワンが動かなくなっています。再起動すると復元できます。ミニカワンが動かなくなっています。右カワンが動かなくなってるらしいです。復元できます。ミニカワンが動かなくなります。復元できます。
これね再起動がだるくてこれ電池切るともうこう、これもう崩れ落ちるのよ。すごい、ロボットですね。そう、バランサーが完全になくなるんだ。地球の皆さん、起きてもらっていいですか。起きていい、何言ってんねん。起きてもらっていいですか。あ、起きて起きて。なんだっけ、攻撃？いいっすね。もう一回攻撃させてみて。戦闘でしたね、さっきの。戦闘か。はい、オプティマスプライム。やあ。戦闘。右か。銃ダメなんですね。多分これ銃持ってない想定のモーションなんですね。そう。いくつ？いくつかね、決まり事があるんでね。もうこれかなり優秀なプログラミングされてますよ。そうだね、あのちょっとでも障害物に当たると、あ、想定してない動きっていう判定して壊れないようにしてるから、オートマットが作動可能だ。これすごいな、これこのおもちゃ。これ一般家庭に売るには、まあ、高い値段だけど、それだけのことあるか。なんかちょっと夢が詰まってるよね、うん、これそもそもなら、うん、もうちょい前の時代なら技術系 の、 そのサンプルとして企業が作るようなロボットだったじゃないですか、うん、そうだね、こういうのって。それが今おもちゃとして普通に出てくるんですね。ね、うん、それはこの値段にはなるだろうけど。はい、オプティマスプライム。やあ。我々は友人か？君は我々の友人だ。あ、短っ。ちょっと。こんにちは。こんにちは。はい、オプティマスプライム。どうした音楽流して、どうした。諸君と共に戦えて誇りに思う。なんかまずそうな曲流れてる。テーマソングじゃない、オプティマス。なんか今ヤバそうな曲流れてるけど、15秒経ってないからセーフ。大丈夫、うん、はい、オプティマスプライム。やあ、出発。トランスフォーム。ちょっと待って、どうする、どうなる。前に向かって走り出すんじゃないか、これ。出発言ったもん。やっぱり今危なかったね。今ウィールは動かなくなっています。再起動すると、そこ長押し復元できます。嫌な感じだよ、もう出発そうだったもん。なんかこれこの状態でも喋ります、今。あ、できるよ。はい、オプティマスプライム。じゃあ出発。このくらいの距離走るんですね。このぐらい行くんだね。うん、面白い。これ人型から行く感じだね、多分ね、うん、これ隠しコマンドとかないんですかね。分かんない、ないんじゃない、隠す必要ないだろう。なんか面白い要素として説明書に載ってないワードとかに反応したりしないんですか。どうなんだろうね、カスタマイズね、やり方が分かんないからね。手動カスタマイズ、ブロックベース、なんかプログラミングが必要なんですかね。そういう感じです、こうやって。あこれ意外と最適化されてますね。だからここに多分なんか一個ずつやっていくんだよね。あ、オーディオとかも入れられるっぽいですね。今何の曲再生するか。まずいね。あっていうね。プログラミングモードを終了しました。おお、なんか突然オプティマスが感情を失うのちょっと怖くないですか。そう言われました、ね、メタ的にそのリセットされたみたいな。あ、かわいい動き方が完全にロボットっすね、この歩き方がね。すごいバランサーだ。バックもできるよ。おぉ、すごい。これなんだろう。おオートボットアタック。おぉ、そういうアクションか。これ何。あ、これ持たせた時の動きやつ。あー、おー、これすげえな。もう粉々に切り砕くんだ。ちょっとか、ナッカとカッチ持ってきて。でも安全装置で止まるからな、こいつ。実際、自分以外のものに当たったとして止まるんですかね。自分以外のものなら破壊するみたいなのないですか。破壊する。これかっこええな。え、オプティマスプライムってこんな武器ついてるんですか。持ってる。原作、あの、結構こいつあれだからね、うん、原作通りだとちょっとやばいよね。でもやばいね。オプティマスって結構オプティマスってとにかくもう殺そうっていう考え。とにかく殺そうって考えなんですか。割とそうなのよ、原作って。マジですか。二言目にはクズ鉄にしてやるみたいな。あ、そうそう、言ってた。口悪いんだよね。そう。そんなに口悪いの、オプティマスプライムって。オプティマスでかい。痛い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 
痛い。トカゲ。これ普通に人殴ってくるじゃないですか。人には当たっても止まんない。止まんない。安全装置出なかったですね。俺の腕グワーってされた。マイケルみたいになってるけど。うんうん、ポーズ。本当だ。もうなんだよこれ。面白いな。でもやっぱバランサーがあるから、うん、結構あれですね。ガタンときますね。本当に崩しちゃうと重さがあるから、うん、重いのよ。どれだけ本来のバランサーが優秀かってことがよくわかります。だいぶ重いから、うん、これだからよく見たらさ、もうこういうところとかもさ、うん、めちゃめちゃ細かくできてるんだよ。作り込まれてますね。かっこいいな。これサーボモーター全部に入ってるからさ、うん、さっき言ったこれだ。おいおい危ないなか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 の迫力ですよこれよくこの動きで倒れないですよね。ね。もう一個がこれあれか、銃持った方の動きか、うん、最初出てきた時は、うん、自動変形するすごいやつかなって思ったら、もう全くそれ以上だった。そう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 。おお、かっこいいかっこいい。なんかすごい愛着が出てきますね。友達可愛げが可愛げがあるね。ね。ガキの頃に戻った気持ちで、おもちゃに対しての愛着が戻ってきてるから、うん、このプルプルがいいよね。こことかあれだね、この肩のこことかさ、将来的に多分なんかパーツ作るとこだ。ああ、本当ですね。ちっちゃいバンブルビーも出してほしいね。出すかもね、将来的にこれ成立するようならね、うんうん、バンブルビー人気だから、うん、うろちょろしてほしい、面白いっつって。よしよし、おーよしよしボタン押したカジャ君に多分潰れされるんだろうな。ピッと押したあの斧でガンガンって俺の目に突き刺さるね。スパーンって割と尖ってるもんね。うん、俺は可愛く思えてきますねこれ。すごくね。そうなんですよ。はい、オプティマスプライム、こんにちは。変形トランスフォーマーストランスフォーマーなんでトランスフォームでお願いします。やっぱり変形は入ってないんですね。変形ってない、トランスフォームなんで。絶対にトランスフォームじゃないと反応しないんだ。そう。はい、オプティマスプライム、こんにちは。トランスフォーム今はダメ、今はダメ。ちょ、綺麗なトランスフォーム。え、なんか違うコマンドとして何かを認識。なんかバックしてる、バックしてる、バックしてる、なんでバックしてる。はい、オプティマスプライム、いや、トランスフォーム多分淡々と言わなきゃダメっぽい。ダメか、もうちょっとテンション上げさせてほしいな。熱量は欲しくないみたいな、ね、熱量ダメ。司令官的にはトランスフォームぐらいの感じで言うんですね。落ち、はい、はい、オプティマスプライム、いや、トランスフォーム。フォーが長いのか、もう裏切ってきてるね。フォーが長かった。何に反応してる、何に反応してる、なんだこれ俺の何に反応してるこれ。え、はい、オプティマスプライム、こんにちは。トランスフォーム、トランスフォーム、なんだよ、なんだよ、こんなテンション上がんないよこんなトランスフォームじゃん。いや、第2弾やるときはね、うん、ちょっとこのテンションもトランスフォームで反応するようにしてほしいね。うん、これかっこええわ、やっぱトラック形態もええわ。かっこいいね。うん、乗せる。結構パワーあるから全然走ると思うよ。全然走るんじゃないぞこれ。ちょっとラジコンモードにしてみようか。うん、出発するでーす。おい、おお。ガンプラ工場のやつ、ガンプラ工場のガンプラ工場のやつですこの人ね、この状態で変形してほしい。トランスフォームしてみる。俺多分氷だ、折れる折れる。ベキベキベキ。よろしく、おお、よろしく、コンボイ。うわぁ、どうして、尻餅ついちゃった。見て、ドヒー、イエーイ、イエーイ、ドヒー、変形しろなってるね。もうトランスフォーマーはコリコリだよ。トランスフォーマーの原作にあったかもしれない。あったこのシーン。ひどいやーっつって。うわーって。急に変形するなんてひどいやーっつって。だから言ったでしょ。変形するときは気をつけなさいってみたいなポーズになった。そういう感じだった。うん。うわー。イエーイ。二人乗せ。これ平気で2シーターですね、このサイズ。サイズはね、うん、乗った、乗ったかもしれない。
行くよ、うん、おお全然ね馬力的にもうあの負荷かかってないぐらいよ、うん、すごいですねこのぐらいの重さ、トルクすげえすごいこのやっぱりさ、この変形するっていう機構を支えるためのパワーだから、うんうん、モーター強いね。モーターは相当強いですね。いっぱいついてそう、モーター。ちょっと何してんすか、これ良くないな、これなんか。お勢いが走り出したらもう飛び降りるからね。さすがにここから飛び降りると絶対ぶっ壊れるから、はい、コンボ指令よくガキから落ちるから。手の位置やめてください、やめてください、ちょっとやめてくださいな。手からやめてください。ダメです、桃はダメです。何言ってんの、今の時代桃を触っちゃダメです。楽しそう。フォークリフトになる。確かにね、工業マシンみたいな感じになる、うん、で、うん、こうだね、うん、おー、車がロボットに変形したあらら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 らよかった、楽しいということで、こちらねロボセンさんなんですけど、これ面白いわ、こういうのね僕ら大好きなんで頑張って続々出してください。これは僕は買うんで、これね置いてってください、名古屋さん、これスタジオに、これ楽しいから。11万を、これね、なんかこんな劣悪な環境に劣悪なんかね、発展性を感じるっすよこいつには。なんかいろんな企画で活躍してそうな気が、やっぱり迷ってたけど後続で出るそのトレーラー買うしかないな。トレーラー絶対欲しいっすって。楽しみ、いくらなんだろう、いくらなんですかね。まだ値段とか出てないから、トレーラー単品でいくらなんですかね、わかんないけどね。まあちょっと今後もね、こいつが強化されていくかもしれないんで楽しみに待っていてください。手振ってくれたりするのかな。手振る、ある、はい、オプティマスプライム、やあ、自由とは自由とは、すべての知的生命体が有する権利だ。ものすごいアメリカの憲法を大事にしてる感じします。そうそう感じです、うん、はい、ということで、うん、皆さんね、興味あったらいかがでしょうか、はい、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね、お願いします。